私の日常に突然訪れた奇跡。始まったらすぐに部活を立ち上げる。他に部員は？ああまだ。あのスクールアイドルやりませんか？つら？打天使ヨハネと契約してあなたも私のリトルデーモンになってみない？なんだろう、小原家でしょ。2年ぶりですか。お姉ちゃんがルビーちゃん、ダイヤさんの妹ずら。私が生徒会長でいる限りスクールアイドル部は認めません。前途多難すぎるよ。東京の音の木坂という高校から転校してきました、桜内莉子です。よろしくお願いします。奇跡だよ。みんな私と同じようなどこにでもいる普通の高校生なのにキラキラしてた。私も仲間と一緒に頑張ってみたい。私も輝きたいって。ラブライブサンシャイン2016年7月放送。